室蘭からおはようございます。どうですか、素晴らしい朝焼け。朝5時でございます。綺麗ですね。今日は昨日と打って変わって風が強いですね。あれ、白鳥大橋です。東日本で最大の橋みたいですよ。風車がめちゃくちゃ回ってますからね。で、私が泊まってたのここではなくて、向こうが車がいっぱい泊まってるでしょ、あそこなんですよ。朝起きたら車がいっぱい乗ってた。昨日よりもすごいですね。いやー、なんか神々しさすらあるな、これ。綺麗だ。曇ってたんで朝日見えないかなと思ったんですけど、白鳥橋からのモーニングローリー。では朝の走行計画です。バッテリーあと 51% ありますよね。で、今日函館まで行っちゃう予定です。182キロ。これね、途中で1回ぐらい充電した方が良さそうですね。で、充電のスポットはどうなってんのっていう話になりますと、これかな、ほい。これね、旅するのは 55EV のブラウザ版、それがね一番いいですよ。で、途中で日産いくらでもありますもんね。だってもう室蘭にいっぱいあるし、伊達にもある。で、洞爺湖のあたりにもあるのかな？ん？これ洞爺湖？洞爺湖って言いました、僕。洞爺湖？洞爺湖か。いいか。そんで、途中のここら辺、おしゃまんべにはないのか。ヤクモにはある。ヤクモまでどんぐらいなんだろうな。ヤクモでいいと思いますけど、ピッてピッてピッてやると、ピッてやって、おー、こうやって調べていくんですよ。で、現在地から乗ると119、まあ119なら余裕でいけますね。よし、じゃあこれで行きましょうと言いたいところですが、昨日買ったホッキ貝を途中でやっつけたいんですよ。ここ、洞爺湖、洞爺湖の海側、このキャンプ場ね、無料なんですよ。アルトリミサキキャンプ場。なんで、まずここに行きましょう。31キロ。近いなぁ。よし。で、ここで朝飯。昨日買ったホッキをやっつけます。さあ、行きやっしょう。おー、神々しい。いい朝焼けですね。あ、ちょうどいいわ。あの白鳥大橋通ってきますね。朝日が綺麗な感じで、まあ、撮れるのはここら辺までですかね。橋渡っちゃったらもう後ろ側にしか見えないですから、今のうちに皆さん楽しんでおいてください。おー、綺麗ですね。見えますか、あの風車を見たらぐるっと回って次朝日来ますよ。いやー、綺麗だな。なんかこれ回ってるとお台場を思い出しますね。なんかこれ逆走してないかすごい心配。大丈夫っすよね。おー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 、あ、いい絵撮れた。これ超いい絵撮れてませんか。で、そっからの白鳥大橋。すみません、白鳥じゃないですね、白鳥ですね。白鳥大橋、綺麗だな。あ、すごいの撮れてる。すごいの撮れてんじゃないですか、これ工業地帯も一緒に撮れてんじゃないですか。で、海側はこんな感じですよ。あー、いいですね、いいですね。この昨日の夜景は撮れなかったっていうか、私が寝てしまったわけですけど、いいの撮れますね。ほら、工業地域が綺麗ですね。実際は24時間動いてるんでしょうけど、朝、あー、もうダメだ、見えなくて。どうですか、室蘭重工業地帯です。おー、いいな、綺麗ですね、これ。なんかすごい景色が撮れた。
こんなんですよ。こんな、すごいな。おぉ、ちょっと行ってみたくなりますね。幻想的だわ。車の中からだとこんな感じですよ。うわーって思いません？うわー、ちょっと見に行きたいな。北海道日産伊達店にて充電中でございます。いい朝です。充電終わりました。 82% になりました。これ充電効率が一番いいところを美味しく取る、この充電法ナイスですね。そして函館まで163キロでしょ。今からまあキャンプ場行くんですけど、一応ね、余裕。余裕ですね。余裕すぎるでしょう。じゃあ行きましょう。さらば、北海道日産伊達店よ。ちょうどね、道沿いにあったんですよ。道沿いであるところで充電するのが一番効率いいですね。よいしょーい。いや、本当に今回の旅は、天気に恵まれてますね。いや、半分以上雨の予報だったんですよ。で、半分以上雨の予報が、8割その予報が外れたんですよ。で、晴れた。いやー、素晴らしい。やっぱ日頃の行いかな。そういうことかな。で、キャンプ場にはあと14キロ。10分で着きます。着いたら、ホッキ貝をさばいて、ご飯をガスで炊きます。アルトリ岬キャンプ場、無料のところ行ってます。岬のね、先っぽにあるんですよ。周りは海でいい感じです。あー、閉鎖だ。マジでそうなんですよ。今北海道緊急事態宣言中で、そうなんですよ。ほら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 、あー、はあ、しょうがないな。これね、キャンプ場でコロナクラスター発生するかっちゃ、まあ、時と場合によりますよ。時と場合によりますけど、そんなん自己責任だと思うんですよね。で、これなぜ閉鎖してるかっていうと、多分、どうなんですかね。もしかしたら公共団体の管轄なのかも。公共団体管轄になっちゃうと、これダメなんですよ。これはあかんですよ。できないんですよ。そしてですね、じゃあこの海沿いでやるかって言われると、ダメなんですよね。下手なところで火使えないっていうのと、あとはですね、水がね、確保できないんですよ。困ったな。どうしようかな。ペットボトル2本分汲んでた水も使っちゃったんですよね。昨日の蕎麦作った時に。で、どっかキャンプ場で汲めばいいやと思って、ずっとそのまんまだったという。ちょっとここの辺り、景色がいいんで映しましょうか。めちゃめちゃいいですよ。アルトリ岬のキャンプ場です。あそこから入れる予定だったんですけど、緊急事態宣言中のため、閉鎖。で、多分上まで行くんでしょうね。あそこら辺がキャンプ場。で、周りは海。天気もいいし最高だったんですけどね。こんなんですよ、ずっと海。Google マップでキャンプ場を調べると臨時休業とかって書いてあるのはありますね。このアルトリ岬については臨時休業ってなかったんですけど、で、ここね、通り道なんですよ。ここどうしようかな。じゃあもうとりあえずここを目的地にしてみます。ダメでしょうけどね。ダメならしょうがない。ホテルまで持ってってホテルでやるしかないですね。ここロケーションは最高だったんですけどね。まあしゃーないですね。で、途中で道の駅見つけて水を補充して、水補充すればどっか海沿い海岸でまあやってやれないことないですからね。
こっから1キロ先に道の駅アプタっていうのがあるらしいんですよ。ちょっとそこを寄ってきましょうか。で、水をいただいておいて、どうするかですね。どうなるかですよね。ありましたね。道の駅アプタ。ほい。あー、ここも良さそうだな。あー、なんか漁港がある。ちょっと先漁港行って魚売ってくれませんか作戦やってみます。多分ダメだと思いますけどね。あ、いかん。もう7時だ。全然競りが終わってる。人の気配がない。ダメだな、これ。これ見てください。誰もおらん。誰もおらんで。あ、あそこで、あそこで荷揚げしてる？あれ荷揚げなのかな？まあいいや。ちょっと行ってみましょう。あれ、閉まった。こっから、全然漁港に降りられる気配がしない。逆だ。もうちょっと行かなきゃダメですね。じゃあ、アプタで先に水を持ってきやしょう。ここで、お米を炊きます。場所は秘密です。最初は強火。シチュエーション的には最高だな。どこでやってるかバレたら怒られそうですけども。で、その間にホタテをさばきます。これね、さばいてるところを取れないんですよ。両手が塞がっちゃうんで。で、まずこれ、周りをこれ、タワシで洗って、貝柱外して、腹を出して、で、終わりです。忙しいですね。これ、吹いてきたんで、かき混ぜます。開けて。全然大丈夫です。下の方がもう張り付いてるんで、それを剥がすように、こう、ゴリゴリ。で、OK。ホタテじゃねえよ。ホッキの途中なんですよ。やばい。やりすぎましたね。匂いが焦げている。で、蒸らします。10分。まだね、ホッキが終わってないんですよ。で、ホッキなんですけど、ほんのちょっとだけ湯引きした方が味が甘みがぐっと引き立つんで、僕はね、ほんのちょっとだけ湯引きします。今これお湯沸かしてます。ほんのちょっとでいいですよ。ホッキは終わりました。これをちょっと茹でて、で、切って。あ、切るのめんどくさいな。もうそのままでいいな。よし。沸いたんで、ぶっ込みます。もうね、ほんのちょっとでいいですよ。水が少ないんで、いい感じに、すぐ、いけるでしょう。あ、うまそう。あ、うまそう。あっち、あっち、おあっち、ちょっとここ開きが足りなかった。あっち、あっちあっち。よし、もういい。そしたらね、冷蔵庫で冷やしておきます。できました。イカの肝醤油がほんの少し残ってるんで、これをかけて食いましょう。で、問題はね、お米なんですよ。上の方はね、多分いいと思うんですよね。うまそうだな。うまそうだな、こんちきしょう。ちょっと食ってみましょうか。ああ、うまい。あ、全然うまい。あ、めちゃくちゃうまい。半端なくうまい。でね、イカの肝醤油はもう最後なんで、もう全部ぶっ込む。全部ぶっ込んで、そして、混ぜる。ああ、ぶっからかしそうだな。できました。皆様、坂本オリジナル、ホッキ丼でございます。どうですか、このシチュエーション。いやー、食おう。いただきます。いただきます。いや、絶対うまいでしょ。絶対うまいのは間違いない。勝利は確信してる。うまい。あ、めっちゃうまいわ。甘い。もううまい。あ。止まんない。いや、いいとこでしたね。片付け全部終わったんで、じゃあ、函館に向かって出発しましょうか。綺麗だわ。で、今、北海道ゴミ箱撤去されてて、いつゴミ捨てられるかわかんないんで、この貝殻は冷蔵庫に入れとくと、車の中で匂いが出なくておすすめです。よし、行きますよ。
あ、やばい、これ映したらどこでやったかバレちゃう。まあ、ここですよ。ゴミ1ミリも残してないですから。まあ、勘弁してください。あと、道の駅もあるんで、道の駅もちょっと寄ってきましょうか。さっきのところで、あれ、ちょっと待って。目の前になんか、歴史公園っていうのがある。なんだろう。縦看板が。お?お?おー、ありますね。エゾマキ、ウス、アプタ牧場跡って書いてある。めちゃめちゃなんか、天気がいいな、俺。ここですよ。読めないですよね。これです。僕ね、こっからだとね、ああ、でも読める。ああ、あ、そうか、有珠山噴火もあったんですね、昔ね。なるほど、こんな感じです。ああ、いいとこだ。しかしね、ホッキ貝がうまい。あれはうますぎた。びっくりした。で、ここ降りてくと、ここが道の駅じゃないかな。あ、違うのか。ん?あ、違いますね。もうちょい先?あ、いや、ここだ。あ、ここだ。ここが道の駅ですね。道の駅。ん?ちょっと待ってください。ん?うん。ん?わからん。わからんな。ここでしたね。ここが道の駅なんだ。ただまだ。やってないんじゃないですか。8時ですからね。水だけ汲んできましょう。さっきのところで汲んだ水、なんかね、茶色くなってた。よいしょ。ってことは、茶色いあれでお米を炊いたんですけど、一応ね、ブリタの浄水器通したんで、大丈夫だと思います。水だけもらってきましょう、トイレで。よし、行きましょうか。これね、このままだと、函館早く着きすぎちゃうので、あそこに行きます。出口、こっち。洞爺湖。洞爺湖をちょろっと見ながら。で、昨日言ってた友達にですね、聞いてみたら、洞爺湖にウィンザーホテルっていうのがあるんですよ。2000何年かの洞爺湖サミット、国際サミットですね。あそこの会場になった、洞爺湖サミット。そして、そこのホテルのカフェがめちゃくちゃいいよと教えていただいたので、ちょっと行ってみましょう。ただ高そうなんですよね。ウィンザーホテルって Google で見ると5つ星。一番安くて3万円ぐらいなんですよ、部屋が。はらー。で、カフェ、ホテル5つ星ホテルのカフェって、まあコーヒー1杯1500円から2500円ぐらい。5000円ぐらいしそうですけどね。ちょっと怖いな。そんでですね、明日フェリー乗るんですけど、多分ね、わかんないですけど、で、フェリーが大間に行っちゃうと、僕が来るとき行った、ルート、覚えてます?青森の海沿いのルート。あそこがね、ダメなんですよ。まだ復旧してないんですよ。通行止めなんです。で、あそこ迂回路がないもんですから、とんでもない迂回をしなきゃいけなくなっちゃうんですよね。なんで帰りは、青森港、にしようかななんて思ったり、か、それかやっぱり大間にして、こう、上回りじゃなくて下回りでこう、ぐるっと大回りして帰るっていうのもありかな。なぜなら、大間のグリーンストアのマグロを食いたいんですよ。わかります？その気持ち。あ、なんか皆さん大変です。急にソフトクリームが食いたくなってきた。なんだこれは？どういうことだ？どっかにないかな？セコマがあるじゃないですか。セコマのソフトクリームを食べましょう。普通のバニラアイス、棒がついてるやつ食ってんですけど、北海道ってやばいっすね。普通のバニラアイスでさえこんな美味しいって。洞爺湖ですよ、皆様。すごいな、海みたいに広いっすね。何これ、アイス食ったらアイス屋さんが現れるという。ただね、やってんのかな?今まだ9時ちょい前。あーでもなんかすごいいい感じのところだな、これ。どっちだ?駐車場が広すぎて。こっちか。やってる?微妙だな。ちょ、見てきますか。やっているような、やっていないような。あ、でもなんかすごいいいところだ。花が綺麗。やってない、やってないですけど。
と5分で開くんで待ちます。あ、すごい、ここで食っていいのかな。ソーシャルディスタンス半端ないっすねこれ。あー、なんかいる生き物が、ウサギだー。ピョン吉、あれ何これ、君はヤギか。ヤギですね。おはようございます。おはようございます。噛む？噛みます？あなた噛みますか？あ、噛まないですね。よしよし、慣れてるな。すごい平和な世界が。食っとるね、食っとるね。一心不乱に食っとる。お、気づいた。ジェラートが有名なんですね。で、このホワイトクリームとクリームチーズだ。お値段ダブルで420円。結構するな。コーンでお願いします。はい、あ、うまそう。はい、買ってきました。すごいなんかハイジみたいな生活してます。で、どうでしょう、あそこにね、なんかね、いるんですよ。ヤギですね。ヤギのユキですね。出てくるかな。素晴らしい。なんか外出てきたくないみたいです。暑いから嫌なのかな、それとも俺が嫌なのかな。またいつか。優しい目をしている。めちゃくちゃ感じがいいとこですねこれ。いいとこだこれね。いいとこだって言いながらサムネイルになる、こう映えるところを探してるんですよ。ここツイッターで投稿したついでに調べてみたんですけど、めちゃめちゃ人気らしいですね。すげえ並ぶんだって。ラッキー。車中泊のおかげですよね。朝一から行動できますからね。よいしょ。割とすごい登ってきましたね。そろそろですよ。ウィンザーホテル。わあ、ウィンザーっていうことはウィンザー城をイメージしてるんですかね。これ駐車場はどこだろう。お、すごいな。すげえとこだな、ここ。おい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 。車はどこに？待って、ちょっとなんか、すごいね。ゴルビジアの世界観ですよ。言えてないけど。わかります？あ、これサムネにしようかな。すごいな。西くんが喜びそうだな、これ。あらららら。いや、ここ止めちゃダメなような気がするな。どこに止めりゃいいんだ？カフェに行きたいんだが、どこに止めればいいかわからないんだが、ここはダメなような気がするんだが、いいのかな。あ、ちょっと聞いてみて、きましょう。やばいな、部屋汚いの、車汚いのバレちゃうな。すいません、カフェに行きたいなと思ったんですけど。カフェ、はい。車はどこに置けば。車はすぐ戻ってきたら。あそこの外。あ、わかりました。はいはい。はい、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 すごいですね。ホテルマンの対応がね、超一流です。僕は超一流、どこで見てるかっていうと、もみあげの長さで見てます。あれはもう超一流の長さでした。ウィンザー、ウィンザー。ウィザー。これ財布忘れたら取りに帰ってくるの超めんどくさいレベルですね。食い逃げするレベルです。ウィンザーホテル東屋で行きますよ。割とね、感動しますよ。こんな感じです。すごいですね。さあ、どっちだ。こっちか、こっちか、こっちか。ここだ。ここがカフェなんですけど、
なんかフロントがねめちゃめちゃ忙しそうなんですよ。あ、よかった。僕の友達にめちゃくちゃ事業成功してて金持ってるんで5000円ぐらい覚悟してたんですけど、よかった、2000円ぐらいになったらなんとか払えるぞ。あ、ここすごいな。カフェに行くよりもこっちの方がすごいぜ。こんな感じです。上流階級の皆様方がこれにしようかな。なんかね、10時からなんですって。で、あと25分待たなきゃいけないんで、25分も待てるかな。こちら VIP 会員だけが利用できるラウンジ。お土産屋に洋服屋にパン屋まで、すべてホテルの外に一歩も出なくてこの中で快適に滞在できるようにってことなんでしょうね。ここテレフォンブースです。メモもあるし、いいですね。この椅子の角度にこだわりがあるんでしょうね。素晴らしい。あそこにグランドピアノがあるんで、僕がレイチャールズを弾こうと思います。これ今ね、2階のブリッジって言われるところに立ってます。ここのカフェなんですよ。確かにすごいですね。ただ反対側をもっとすごくて、わかります？これはめちゃくちゃでしょ。これは半端じゃないな。これはすごいわ。なんかもう満足しちゃったな、これ。で、2階だとちょっと目線が下がっちゃうんで洞爺湖が見れないのかなと思って、でも友達が言ってたのここなのかな。ここ食事するところはこう館内に無数にあるんですよ。わかんないぐらいで、正面見えます。あそこでもね、朝飯やってるんですよね。ただいくらか書いてないんですよ。これは困ったぞ。ほら、あそこにもビリヤードのプールがあって、ビリヤードがあるんですけど今ダメみたいですよ。ちょっとかっこいいですね。で、ここが館内の温泉。はぁ、あ、綺麗だわ。すごい格式高いですね。まさにデューク・ウィンザーの名を冠するにふさわしい。いいな。宿泊者でもない、今のところ1円も使ってない僕がこのセレブの皆さんを見下してしまってよろしいのでしょうか。綺麗ですね。僕の撮り方がトーンを少し下げてるんですよ。なんで実際はね、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ明るいんですけどね。いいですね。ここは多分ね、こっちのことを言ってると思うんですけど、友達がね、洞爺湖が綺麗に見えるんで、ただね、腹が減ってないのと、見てください、こう目覚めのスパークリングワインがあるんで、運転があるから飲めないんですよね。まあ、また今度にしますんじゃん。で、このホテルやっぱりね、レベル高いなって思うのは、こうエレベーターホールって暗くなりがちじゃないですか。外の光がちゃんと入るように計算してるんですね。すごいっすね、これ。あとはこんな感じで、11階に食事処あるんですけど、鉄板焼きなんか絶対高いじゃないですか。寿司なんてやばそうなんで。カフェはまだ相変わらず開いてないんですけど、こっちは海だ。海が見えるんだ。で、あっちは洞爺湖。素晴らしい。いやー、いいとこでしたね。で、10時4分ですよ。もうカフェ開いてるんですけど、もう戻る元気がない。行きましょう。函館のシェラトンまで153キロ。余裕でしょう。153キロ。うん。で、向こうに着いたら、充電すりゃいいっすもんね。余裕じゃないですか。行きましょうか。そうですね。1時に着いちゃうと、ホテルのチェックインが2時なんで早いんですけど、1時間充電すれば。いいでしょう。行きましょう。なんか、いつもらしくなく、順調ですね。
なんだ、大丈夫か。最後になんかどんでん返しがありそうな気がして怖いんですけど。しかしこう、友達のおすすめとか、もうもちろんご視聴者さんのおすすめとか、僕ね、すごいね、嬉しいんですよ。っていうのも、僕の趣味だけで言っちゃうと、変わり映えがしなくなっちゃうんですよね。ちなみに僕だけの 100% の趣味で言っちゃうと、どっかの魚屋で安いものを買って、海辺でそれを調理して食うっていうのを永遠に多分ね、続けちゃうと思うんですよ。で、しかも気に入ったもん連続で食いますから、トウモロコシ1週間とか、ホッキ貝1週間とか、さすがに見てる人飽きるでしょ。なんで、あそこのあれがうまいよとか、例えば今回の、何でしたっけ、エスパニョールじゃなくて、エスカノーレじゃなくて、ほら、根室で食べた、ちょっと名前思い出せないんですけど、バターライスの上に、とんかつ乗ってて、そこにドミグラスソースかけて食う。ああいうのとかね。出会えるんで、もう最高ですよね。あと、観光地。カムイワッカの湯とかもね、おすすめしてもらってよかったですよ。あれ、僕の趣味だったら、いや、もうね、なんかね、遠いから行かないって言い出しそうですからね。で、僕のブラザーに教えてもらった、ウィンザーホテルですよ。ウィンザーホテルも、僕のセンスからは出てこないんです。ああいうところは。出てこないんですけど、行くとね、良さがわかる。ああ、いいな、いいな、こういうのがあるんだな。それですよ。ありがたいですよね。で、なんでこんなすごい道に入ってきた？ Google 先生が言うままに来たんですけど、これ来るときと道違いますよね。大丈夫なの？熊出る？ああ、これ最後。ああ、順調だから最後ヒグマにやられるパティーンだな、これ。ただじゃあやられませんよ。俺も最後ね、ヒグマの口の中にスマートフォンぶち込んでやります。で、ヒグマの体にパスワードをこう刻みつけて、で、最終的に猟友会が倒すじゃないですか、多分ね。で、そのヒグマの腹の中からスマートフォンが出てきたと。で、YouTuber 坂本がもう超有名になるって、これですよ。これ。こうか不幸か、普通の道に降りてきましたね。ヒグマは会えませんでしたね。おー、海んとこまで降りてきました。もうね、あとはね、ほとんど海沿い。ロードキルです。多分ね、タヌキだと思う。車が全然止めるところがなくて、相当歩くんですけど、確かめに行きましょう。お食事中の方、いいですよっていうまで、ちょっとカメラじゃない、画面から目を離しておいてください。タヌキですね。そんなに時間は経ってない。あそこの肉が剥げてるんで、もしかしたら、ああ、でもどうなんだろうな。これを、これでカムイに帰ってもらいます。はい、皆さんもういいですよ。これ、車エンジンかけっぱなしで盗まれたらウケますよね。もう、はぁはぁしちゃう。もうちょっとちっちゃかったら、持ってきたかったですね。ただ、生き物そこら辺で捌くと多分、なんかの法律に引っかかるんですよ。あのタヌキのカムイは、あの花を持ってカムイの国へ帰るはずなんですよ。で、こんなことあったと。あの YouTuber の坂本ってやつが割と優しくしてくれたんだぜ、みたいな。俺すげえだろ、つって神の国で、みんなにね、こんなことがあった、あんなことがあったって話すんですって。で、それが、カムイ、その神様たちの誇りというか、誉れというか、で、それを聞いた他のカムイたちも、あ、人間界って面白そうだねって。あ、じゃあ、ワイラーもちょっと行ってくるかいねって。で、それが、山の恵み、海の恵み、川の恵み。っていうのがアイルの考え方なんですって。ということはですよ。ということは、次僕のところに、またカムイが来るんですよ。どうしよう。どうしよう、ヒグマのカムイが来ちゃったら。それ、ヒグマ来ちゃったらどうします？勝てないっすね。
できれば僕のところには魚のカムイが来てほしいですね。あの、鮭とか釣りたいななんて思っちゃってるわけなんですけど。え、何？坂本さん見返り求めてるじゃんって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、いや、アイヌはね、別にそうなんですって。なんか自分たちが魚が取れなかったりすると、カムイに抗議するらしいですよ。魚をもっとちょうだいよと。私たちだっていろいろやってるでしょうと。お願いしやすよと。さっきからね、あの電車と並走してるんですよ。こっちが勝ったり、向こうが勝ったり。おー、いいですね。なかなかないですよね。すごい、空と海と、うん？空と雲と海と電車。これ貨物列車ですね。相当長い。で、函館まであと50キロですよ。もう一周して帰ってきちゃうんですね。でも旅はいつか終わるものですからね。終わらせなければいけない。うん。なんか山道を走ってたら面白そうな定食屋、ちょっと行ってみましょうか。すごいいい感じですね。うまそう。すげえ。はぁ、そうですね。いいですね。これ大事にした方がいいですよ、多分。すごい、なんか人の顔みたい。もうは、全然ないさば、もう、なんとさんが立って。そうでしょうね。しまだ、あくなってのコト屋出したからみんな、もうなくなったからね。うん。コト屋だもみんな年取ってなくなったもん。いつぐらいまで使えたんですか、これ。え？いつぐらいまで使えたんですか、何年前ぐらいまで。だいぶ使えるよね。そう。うん。あ、そうなんですか。はぁ。私も、あさっかも、村山のうちに、高原食堂さんかな、高原食堂さんかな、めちゃくちゃ感じよかったです。で、店内も古いものがいっぱいあって、これはいいな、また来たいな。さっきの定食屋さんの話なんですけど、食べ終わった後にですね、お金払って、店内の遠くのあの時計、壁掛けの置き時計ですね。あの時計と、あと、電話機、昔の、映ってると思いますけど、あれをちょっと近くで見せてくださいって言ってしばらく見てたんですよ。で、あれは、おばちゃんたちの訛というかなんかちょっと、声が小さかったっていうのもあるけど、うまくよく聞き取れなかったんですけど、昔からあそこにあったものだって言ってました。で、二つあったんですって。で、二つあって、もう一個の方は完全に動いてたんですって。で、その、もう一個の方は、熱心に譲ってくれっていう人がいるもんだから、譲ってあげちゃったって言って。で、タダであげたのかお金をもらったのかはわからないですけど、僕もね、ああいうの分かるんです。コレクションしたいなっていう気持ちはすごい分かるんですよ。分かるんですけど、昔から使われてたものが、昔からの場所にまだあるっていうのが、僕はね、すごいね、価値があると思うんですよね。価値があるって言ったら何つったらいいのかな。嬉しいというか、いいもん見せてもらったって感じします。ストーブも少し映ってたと思いますけど、なんか使い込んでていいですよね、頑丈そうで。で、店の名前と住所を確かめるために Google マップの口コミを見てみたんですよ。店に入ってからですよ。したらあそこ口コミ168件もあった。割とね、みんなね、評価してんすよね。いい、あの雰囲気はいいっつって。で、しかも安くてうまくて量が多いんですよ。あれはね、すごいすごいですよ。で、動画撮るの忘れちゃったんですけど、ソフトクリーム210円ですよ。
北海道のソフトクリーム平均価格350円です。坂本調べ。その中であの安さ。でもただ、ただ味は東京で食うソフトクリームと変わんないですよ。まあ、そんなに変わんねえ、めちゃくちゃうまいってあれじゃないなっていうソフトクリームですけど、でもいいですよね。そこら辺がまたいいですよね。で、外でしばらく、ツイッターの投稿と、あといろいろ調べ物、こっからどうするかな、近くに何があるかなって調べてたら、なんかね、アボリジニーの音楽みたいなのが聞こえたんですよ。トントントン、タンタンタンみたいな。あれなんだろうと思ったら、奥で旦那さんが中華鍋振ってんですよね。もうね、すごい職人の域に達してて、その音が音楽に聞こえるぐらいの、あれはびっくりした。なんかこう、スマホとか、デジタル系とか、そういう社会も悪くないですよね。なんかこう、評価経済社会ってよく言われるじゃないですか。人から評価があって、その評価を見て、評価を決めるみたいな。僕ね、なんかね、そういうの割と否定派だったんですけど、でもあの店をみんながああいう風にちゃんと高評価してるっていうのを見るとこういいですよね。普通だったら潰れててもおかしくないぐらいの店だと思うんですけど、いや、そんなこと言ったら失礼かな。味も量も接客も確かだから、残るべくして残った店なのかもしれないですけどね。なんかこういいですね。見方がちょっと変わりますね。広がりますね。函館まであともう4キロでございます。なんで着く前に充電しようと思って近くの日産を探したら、わかります？これ皆様、23日前に僕が行ったあの日産ですよ。目の前にはま寿司があって、ほら、その先ここです。右方向です。確かあの時雨降ってましたよね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。函館日産石川店着きました。充電しときましょう。25% なんで、まあ、2発ぐらいやってきますか。2回やったらこんなになりました。94%。よし、行きやすよ。こっから、どんぐらいだろうな。15分ぐらい。タウで今日泊まるホテルは、前通ってるはずなんですよ。場所的に。函館の朝市のど真ん中。ラッキーピエロも近くにあるんで、夜腹減ったらラッキーピエロ食い行きましょうか。うぇー。疲れた。今日何キロ走りました？全然だ。200キロも走ってない。しまった。函館に戻ってきたなら、長谷川ストア行かなきゃね。忘れてましたね。ハセスト行きましょう、ハセスト。もう着きますよ、あと500メートル！見えてんじゃないですか、多分。というかね、道路の右側。どれだ？ホテル、ルートイン。ルートインではない。とりあえずホテル行って風呂入りたいですね。そんなに汗かくことやった子覚えはないんですけどね。ああ、朝かな。朝の発起かな。あれね、割と暑いんですよ。函館ただいま27度でございます。ただ曇ってるんでそんなには。そしてですね、風が少し出てきてますね。箱根山行きます？箱根山じゃない、また間違えちゃった。あ、いいのか、箱根ん違う、函館だ。函館山、箱まで行くと自動的にね、箱根ってなっちゃうんですよね。わかります？その気持ちわかります？そしてホテルはどこだ？右側に見えますよ。シタディーンじゃなくて、ヒルトン。いや、ヒルトンじゃないんだよな。なんでしたっけ？ダメなんですよ。もう本当に覚えらんないんですよ。あ、函館の駅がある。ちょっと行ってみます。フォーポイント。なんでしたっけね。フォー、わかんないな。シェラトンだ。シェラトン。ヒルトン似てますね。ニアピン賞ですね。あ、ここか。通りましたね。何回か通りましたよね、この道。
この路面電車がいいなんつって、よしぶっ込みましょう。駐車代1000円でございます。大丈夫大丈夫、1000円ぐらい。よしレッツゴー。はい、ぶっ込みます。あれ違うじゃん、どうやって入る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 、ん、ん、多分ね、これ回れば大丈夫だと思いますよ。ほら皆様見てください、右手が函館駅でございます。そして左手が函館朝市でございます。やーっと帰ってきた。でもう一回言ってきますけど、一応ね明日出発の予定ではいるんですよ。ただ今日のね、このシェラトンの朝飯がいまいちだとしたら、僕はね戻ります、ラビスタに。ラビスタに、あれこれ、あれ左行ける、左行けるってありました、今ありました、見てなかったですけど、僕全然見てなかったですけど、よし行こう。これね北海道一周回ってきたんで、私、皆様も一周回ったと思いますけど、もうね海産物何がいくらか大体わかりますから、もうね函館朝市で一番お得なお店を考えましょう、みんなで。いやでもな、お越しの方は駐車券を投入してください。一泊 OK、 駐車券をお取りください。あいよ、場内の駐車券を、案内表示に従って駐車券を持ってけばいいのかな。はいはい、やっぱりね駐車場はねホテルになきゃダメですよ。なんかどっかに向かってすげえ歩くっていうと、もうね嫌になっちゃうんですよね。わかります、その気持ち。その意味では一番最強なのは旗小屋、旗小屋一択。どっちだ、こっちか。うわ、開いてるじゃない。あ、いいとこ開いてんじゃない。お、やるじゃない。これ EV の充電器とかもあんのかな。ないのかな。大型車どう思います？リーフって大型車になります？なんないっすよね。ねえ、だって言ってもね、ハッチバックですからね。大型車ってやっぱり。ハイエースとかじゃないですか？よし。ここ入れましょうか。もうこのアラウンドビューモニターを持ってすればね、余裕。あ、もうピーピー鳴っちゃってるしな。え？余裕じゃないのこれ。おっとっと。おー、この柱ね。この柱ですよ。おー、ちょっとやだな。なんかやな感じだな。おい。蕎麦食いたい。朝飯、朝飯。このホテル13階建てなんですけど、12階の部屋案内してくれた。いいのかな、ありがたいですね。しかも角部屋。芸が細かいでしょ、ここだけ。唯一の編集。もちろん最初あれですよ。一回入ってカメラ置いてセットして、アップルウォッチでスタートしてですよ。もうこんなんね、いちいちはやってられません。ああ、いいですね。あ、すごいな。これありがたいな。こんないいところ。これあれじゃないですか。函館山の夜景が。函館山自体は見えないか。閉めてください。下は、朝市。朝一だ。あ、何こっち。海が見えるじゃない。素敵じゃない。よし、とりあえず寝ましょう。5時半になりました。ちょっと寝てましたね。どうですかこれ。いいですね、これ。夕日も見えるな。なんでもありだな、この部屋。ちょっと外出ます。綺麗だな。綺麗な夕日やで。ちょっと小腹が減ってきたんで、ここ市場に来てるんですけど、どこもね空いてないんですよね。なんであそこがね、僕が泊まってるホテルシェラトンの下に長谷川ストアあるんですよ。あれ食べましょう、焼き鳥弁当食いましょう。これです、長谷川ストア。これ、ここに書くんですよ。
トリプル1。これ焼いてくれるんですよ。めちゃくちゃいい夕日だなこれ。今7時なんですけど、函館駅の周辺、前回来てなかったんで探検したいと思います。これ函館で有名な親子の巨神兵。あーなんか函館に来ましたよって感じしますねこれね。あとねレポートすんの忘れてたんですけど、あそこなんですよ僕が泊まってんの。もうほんと駅の近くで、函館魚市場もめっちゃ近いんですよ。でフロントのお姉さんがめちゃくちゃ美人、びっくりした。あ、こんなんもあるんですね、いいですね。だからいろいろ飲食展開があるんですけど、ただね8時で閉まっちゃうんですよね、もうどこもね。油かたぶらだって名前うまいな。すいません、めちゃめちゃ白飛びしてました今まで。大丈夫ですか。これにねちょっと行ってみたいな。いいですね、新選組。函館五稜郭ありますからね。から五稜郭は5年前に来た時にねもう行ってるんですよ散々。ほとんど会ってないな。これすごいな、無理やり緑化したみたいな。すごい、駅前の一等地にゴールドジムがいっぱいお店あるんですけど、もうねほとんどやってないんじゃないかな。やってない。あ、いいですね、この同じものが大量に並んでるとおしゃれに見える現象。うん、スナック純ですよ。スナックホタルじゃなくていい感じですね。なんか横浜のラーメン博物館とかそんな感じなんですかね。これラジェント泊まったことないんですけど、いいホテルですよね。でもね今ね函館ねホテルがめっちゃ安くなってますからね。ここ泊まろうかな。明日の朝ごはんに持ち込みます。フロントの美人お姉さんに話を聞いて、ここをもうちょっと行くと写真撮るのにいい場所があるって教えてくれたんですよ。あそこ見えますか、ちょっと暗いですね。ラビスタです。僕が泊まってるホテルからここ一直線だいたいね10分ぐらい歩くとこんな感じですよ。いいですね、街並みがねもうほんと綺麗なんで飽きない、何回来ても飽きないですね函館。ここです、八幡坂。あ、坂の通りが全部名前ついてるんですね。こうなってます。おお、確かにすごいな、確かに綺麗だわ。これ超広角だとやっぱり甘くなっちゃいますね。一眼持ってこようかな。でこっちからこう坂どこまで上がるか聞いてないんですけどね、ちょっと行けるとこまで行ってみましょう。先客が確かに綺麗だ、おー確かに綺麗だ。あ、いいとこ教えてもらいましたね。ピントが張ってないなこれ。ここら辺は割と教会が多いですね。お、リーフだ。すいませんね、なんかゴーストがめちゃめちゃ出てますけど、これね一番上まで上がんなくてもここら辺ぐらいからでも全然十分綺麗ですね。こりゃ綺麗だわ。降りてきました。このね路面電車に乗って帰りたいんですよね。うわでもここら辺も綺麗だな。憧れの路面電車、これね今
8時なんですよ。あと6分待てばいいですね。余裕でも待てるでしょ、これ。めちゃめちゃ感じがいいな、これ。おお。超楽しい。戻ってきました。13階の夜景バーなんですけど、8時で終わりだ。行っときゃよかった。オリンピック期間中でめっちゃ安い。残念。なんかどう頑張ってもダブっちゃう。あー、これ二重ガラスだからか。綺麗ですね、綺麗ですね。明日はね、朝飯ご期待ください。どっちがいいかな、ラビスタと。というわけで皆様、今日のところはこれで失礼いたします。函館の夜景でした。